こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はアマゾン輸出、在庫リスクゼロでガンガン稼ぐチャンスということですね。魅力的なタイトルなんですけど、今オーストラリアは Kindle だけを扱ってます。オーストラリアアマゾンでは Kindle だけを扱ってます。で、物販はなしなんですけど、オーストラリアアマゾンでね、物販が始まるという情報がね、前々からあったんですけど、どうやらそれがね、具体的になってきたというのがあります。まあ、来年発表になるんじゃないかという情報もありますけど、まあ、実は、アマゾンがオーストラリアで物販を始められる、条件が整ったと、ね、パートナーが見つかったというんですかね、という感じで、アマゾンオーストラリアがスタートしそうです。で、オーストラリアアマゾンはですね、物販を始めると無在庫で稼ぐチャンスがやってきます。まあ、今ね、アメリカアマゾンで無在庫っていうのはね、相当厳しいんですけど、相当厳しいっていうかね、無在庫でやるんだったらね、eBay の方がいいのになぜアマゾンをやるのかと、ね、アマゾンで無在庫っていうのはあんまり、効率のいいやり方じゃないんじゃないかなと思うんですけど、ところが5年前はね、アメリカアマゾン、わざわざ、在庫なんか持つ必要ないじゃんという状況でした。アメリカアマゾンでね、カタログがある日本商品を探すと、でそれをただね出して、売れたら仕入れて、送る。でしかもね、売れたら仕入れてって、その売れたらの値段がね、例えば日本で1000円で売ってる本を、5000円で出すとかいう感じでね、ポコポコ売れました。これね、面白いんですけど、要はカタログがあったってことは、誰かがね売って儲けた、商品だからカタログがあったと。なんでそれね、売った後また出さないでそのままほったらかしにしたのか不思議なんですけど、そういう商品がボロボロありました。で、これがね、オーストラリアアマゾンで始まるとまた、出てきます。で、ただね、もうそうなるのが分かってるんで、これカタログある商品というよりね、カタログも作っちゃった方がいいです。自分の売りたい商品をカタログ作っちゃって載せるというのがいいです。で、まあ、カタログ作って載せるだけで仕入れの5倍で売ると。まあ、もちろん5倍にならない商品もあるんですけど、まあ、5倍になる商品があるんでね、わざわざ、それより低い商品は扱う必要ないんじゃないかなというのでね、5倍以上という感じで、絞ってやっても全然儲かりました。で、これね、ツールを自分で作って、まあ、そんな大層なツールじゃなくてって言っちゃ失礼なんですけど、ツールを自分でね、作って無在庫でね、3ヶ月目で月商3万ドル突破というようなね、売り上げを上げている会員さんもいらっしゃいました。次に、まあね、無在庫は、無在庫ならね、リスクはないんでみんなやろうという感じでね、やる人増えてきちゃった後は、まあ、じゃあ仕入れのリスクを取って FBA に入れると。まあ、Amazon っていうのはね、やっぱ FBA っていうのが素晴らしい仕組みなんで、まあ、仕入れてお金がかかるけど FBA に入れちゃおうというのでね、カタログある商品を仕入れて FBA に入れるだけで、5倍で売れたと、ね。コロコロになるとね、まあ、コロコロになるとっていうか、FBA の場合は、別に梱包発送は Amazon がやってくれるんで、3倍でもいいかなと、ね、3倍を目安にしましょうという形で考えてましたけど、まあ、それでもね、Amazon で買ったものが3倍、5倍で売れる。マンダレケで買ったものを5倍で売れるというような状況でした。で、次に、まあ、FBA 納品してね、FBA 納品のライバルも出てきたというのが出てきた段階では、今度はね、アメリカなどでカタログのない商品を日本アマゾンで仕入れて FBA 納品すると。カタログない商品、まあ、ランキングがあればね一番いいんですけど、ランキングがある商品のねセット販売にするとかね、ランキングのある商品の同じシリーズ、その辺をカタログ作って売るだけで5倍で売れた。次にね、5倍で売れる商品が3倍に値下がりしてしまった、ね、3倍値下がりしてしまったって言って、ね、他の市場でね、3倍で売れた、ヤフオクで、仕入れの3倍で売れる商品を見つけられる商品そうそういないですしね、楽天に至ってはね、仕入れの3倍で売れる商品がなかなかないと。ところで3倍で売ったところで広告費に負けちゃう楽天なんかの場合というのがありますけど、まあ、Amazon もね、3倍値下がりしたと。儲かりはするけど、そういう感じで値下がりしてしまう。
で仕入れ先もね、アマゾンだけだと、日米のアマゾンと比べてあんま価格差ありませんと、3倍なんてそうそうありませんよというような状態になっちゃったんで、お仕入れはリアル店舗中心とかね、ヤフオクとか、あるいは問屋さんとかね、いろんなところでマメチェックしないといけなくなってきたと。で、マメチェックしてね、ガンガン売ってると、やっぱりね、販売代理店は面白くないと。アメリカの販売代理店ね、アメリカでうちが代理店なのに、なんで日本人がアマゾンで売ってるんだと。ね、なんで中国人がアマゾンで売ってるんだと。ということでメーカーに圧力をかけて、メーカーや販売代理店からですね、アマゾンの方に、うちの商品を出せると訴えると、売るのをやめさせろと、うちが販売代理店だということで圧力かかってね、結構、しっかりした大手のメーカーの、商品が売りにくくなってきました。まあ、こんな風にね、カタログ見つけて出せば売れるって状態から、やっぱりいろいろね、工夫が必要になると。まあ、工夫ったって他でね、独自ショップを作るとか、セドルやるとかね、輸入をやるよりは、全然やりやすいんですけど、そうは言ってもね、初めの簡単さ、リスクの少なさに比べたら、めんどくさくなってきた、アマゾン輸出の稼ぎ方。これがまた、ね、オーストラリアという、ライバルがほとんどいない、物価の超高い、ところがね、解禁されると、また一から、稼げると。でね、アメリカと大きく状況が違うのは、アメリカの場合、アマゾンだけじゃなくて、いろんな会社がいろんな通販やってます。だからライバルはね、アマゾンの中だけじゃなくて、他のターゲットとかデパートとかね、他にも無数の通信販売の会社があります。で、オーストラリアの場合はね、強力なライバルというのは、eBay ぐらいです。ほとんどいません、eBay 以外は。eBay の場合はね、やりとりとかね、めんどくさいと。それとオーストラリアのね、eBay の場合はね、発送とか受け取りがめんどくさいから、ピックアップと直接取りに行くというスタイルが中心なんで、この Amazon の FBA とかね、あるいは日本から直送とかいう形を取れると、全然もう今までとはね、違った便利さがあるんで、かなりアメリカよりもこれは、インパクトが大きい、売りやすい、儲けやすい市場になると思います。こんな形で、来年、おそらく来年、まあ今年間に合うわけないんでね、来年、どっかのタイミングで、まあおそらく、ホリデーシーズン、当然オーストラリアにもありますんでね、ホリデーシーズンに間に合うように、まあ12月から逆算すると、まあできれば6月ぐらい、まあ遅くともね、9月、10月には、始めるんじゃないかというふうにね、言われてますし、確かにそのように思いますんで、来年は、ホリデーシーズン、アメリカだけじゃなくて、オーストラリアも楽しめると。オーストラリアでもがっつり稼げるというチャンスがあります。もちろんね、研修や到着時の検品は私ががっつりサポートします。アメリカと違って、私自身がオーストラリアにいるんでね、商品に疑問があった場合は私が受け取ってチェックしてね、これなら新品で行きましょうとか、これは中古にしましょうとか、これはもう販売やめておきましょうとか、いうね、指示も的確にできますんで、かなりアメリカアマゾンよりも、オーストラリアアマゾンが始まると、簡単に稼げるようになります。昔からアマゾンやってた方はですね、アマゾンの、スタート時の、やりやすさが戻ってきますし、最近始めた方はね、新しい市場というか、こんな簡単に儲かるのというぐらいね、稼ぎやすい状況になりますので、まあ、今から、商品選びのね、知識をさらに深めて、来年のオーストラリアアマゾンの物販開始をお待ちください。オーストラリアのアマゾン情報でした。またこれはね、なんでオーストラリアの条件が整ったかとかですね、予想される注意点とかね、オーストラリアならではの習慣とか規制とか、その辺についてはまた、追加の動画でご紹介したいと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。